龍之介くん見てる。はい、皆さんこんばんは。今日は鉄板焼き田村さんに最高です。それでは行ってみましょう。あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。今日は足利市大橋町にある鉄板焼き田村さんに来ています。前回の動画は概要欄に貼っておきます。あれ、前来た時これあったっけな。これは食欲をかきたてますね。お好み焼きや焼き鳥など種類は充実です。前回某テレビで外観出たんだよね。焼き焼き。店内は靴を脱いで個室です。ゆったり食べて飲めます。今日は人数が多いのでこの席を。家っぽくていい。卓上はちょいフィーバーです。タブレットや携帯で注文できます。それでは乾杯。明太マヨチーズの卵焼き600円。ドロロリン。これね、驚いたんですけどプルプルなんです。卵何個使ってるんだろう。中は大好きな明太チーズ。箸を入れたらびっくりです。中からドローンとチーズと明太たっぷりです。箸はこうなります。すごいボリューム満点です。久々の卵焼き、テンション上がってます。明太とチーズ味がしっかりしてていいですね。お酒のお供に最高な仕上がりです。飲みたくなっちゃうよね。隣の相方注文ストーリー。隣のテーブルではきゅうり。手始めさっぱり系よね。お次はポテトフライです。これはもう安定ですよね。ポテトサラダはおしゃれです。相方はペロリと食べてました。こっちは皮、こっちは頭です。こんな大きい皮初めて見ました。もんじゃベース500円。ドロロリン。もんじゃのベースを選んでトッピングを選びます。今回のトッピングはニラ、ニンニク、紅生姜です。うまげ。どうにかなりました。うまげ。田村さんのいいところは具沢山のとこなんですよ。なのでお腹にもたまりボリューミーです。粉少なめ具多めは私好きなんです。パンチ系のトッピング選んだんで酒進みますよ。具を食べてる感が強い。はい、レモンサワーのおかわり。箸でかんましてごくり。立て続けにカルピスハイでごくり。アイアムちゃんぽん。塩だれシーフードもんじゃ850円。ドロロリン。これはオリジナルでもう味がついてます。塩でシーフードで私の好きなもの三昧。もう匂いも素晴らしい。これは一気焼きにするみたいですね。うわー、すごいことに。あー、卵粒の忘れてた。もういろいろてんやわんやです。ヘラでまとめていきます。結局どうにかなっちゃうんですよ。うまげ。シーフードはたくさんです。しっかり塩味がついてます。あっさりしてて締めには最高です。うまい。フレンチトースト580円。ドロロリン。まさかの相方は甘いのを。これがたまらなく美味しかったそうです。まあ間違いなく美味しいよね。私は腹パンで入りませんでした。すべてごちそうさまでした。それでは振り返りです。お店の方はとてもいい方で個室が落ち着けます。携帯の注文がとても楽ちん。
甘いお酒が多いので女性おすすめ。本日はごちそうさまでした。